あ、すいません、今ちょっとね、山さんがあの聞いてみたら、はい、なんかね、移転したみたいなんですよ。移転？そう、ただ移転して今犬吠埼の方にあるからって。はぁ、だから向かってた先は、うん、合ってるんですよ。だから俺たちは地図を見て向かってったじゃん、はいはいはい、でただスマホで検索すると違うところが出てくるじゃん、はい、だ地図は今のところになってる、うん、はぁ、そのアプリの地図がちょっとまだ直ってなかったっていう。あ、そういう、そういう感じですね。なんで今ちょっと山さんを呼ぶんで、はい、車で行きましょう。もうここはちょっとちょっと車で行きたいと思います。車、はい、とりあえず移転前のジオパークに着いたんでチェックインできるかだけちょっとやってみましょう。お、来た来た。車の中でいいんですか。いやいや、もういいよ、もう着いたようだね。ついてないよ。ないからだってここ入れちゃってるから。 あれですあの今、あで、やっぱりそうダメ、あの展示品を見てみようみたいな話になってるから行けないっすね。で展示品見れないんで、もうちょっと調子はこれでクリア。クリアやったね。ジオパーク到着でクリアで。やったね。いや疲れたよ本当に。で次の多分調子今9時30分分くらいなんですけど、はい、9時40分みたいなのなかったっけ。9時48分、ちょっとあれ乗りたいね、はい、なんでちょっと調子駅、すいません、山田さんお願いしますお願いします。バイバーイ。もういきなりこれだからね。やばいっす大丈夫大丈夫か、この旅はじゃあ再び前戻ってきた銚子電鉄乗り換え駅ですね。行きますか。行きますか。1日券買いました。はい、かわいい駅員さん、超かわいかったです。駅員さん超かわいかったね、うん、やばい、あれはかわいい。じゃ あ2両編成かな。2両編成ですね。うん、奥の方に行く。奥の方行きましょうか。あ、ワンマンですよ。かわいいですよ。かわいいですね。かわいいですね。何、銚子電鉄かわいくない。かわいい。銚子電鉄に就職しようかな。ちょっとマジですか。あれ、こっち入れなくね。こっちから入れない、入れないこっちから行かなきゃいけないんだ。ウチン箱とかあるね。これあの詳しくないんで鉄道は。元京王電鉄の無線系電車です。あ、そうなんだ。らしいですね。いやじゃあちょっと観音まで、あ、もう一駅もう早い早いね。着きましたね。これが中野町。ここは中野町か。中野町は通過します。通過します。観音行ってきます。最初はグー、じゃんけん。